どうしてスローダウンした？なんで全開で突っ込まなかったの？誰だお前。誰だっていいでしょ。なんであのカーブの手前でアクセルオフしたか聞いてんの。教えてあげようか。あんたビビっちゃってんのよ。ビビってブルって無様に負けて、相棒を殺しておきながら自分が死ぬのが怖いんでしょ。聞いたふうな口聞くな。お前みたいな奴に何が分かる。分からないね。人殺しの気持ちなんか。どうしたの？早く殴んなよ。女を殴ることぐらいしかできないんでしょ、あんたって男は。どうした？俺に挑戦しようって根性のやつは誰かいねえのか？よっ、揃いも揃って腰抜けが。やっけ、見せがいの。たかが敷場倒したぐらいで。あ？にわかジャンプさんよ。なんだ時様。俺は大阪環状のジャンプ先導や。どっちが日本一か勝負してもらえないか。いいだろう。大阪門にここの怖さ教えてやるぜ。
あんたがいつまでも悲しんでたって和樹のやつは喜んだりしないぜ。土屋さん、和樹、土屋さんにはすまないって言ってました。あのバカ野郎、命を無駄にしなかった。だから行動レースなんかやめろって言ったんだよ。土屋さんの言うことなら何でも聞いてたのに、どうしてもっと強く言ってくれなかったんです？どうして、どうして力ずくで止めてくれなかったんですか？俺の言うことなんか何も耳に入ってなかったはずさ。俺にだってあったよ、そんな頃が。夢に向かって毎日毎日ただ勝ったことしかできなかったよ。あんたも和樹のことを思うなら、あいつの夢が何だったのかもう一度よく考えてみるんだな。バトルの日、和樹さん私に言いました。俺があいつに追いつくにはこうするしかないんだって。私にはその意味は分かりません。でも和樹さんは兄と走ることで夢を。そんなことは分かってるよ。私今まで兄に隠してきたことがあるんです。和樹さんはあのバトルで何かをテストするって教えてくれました。そのこと兄に言うべきかどうしようか。もし兄がそのこと知ったら怪我したり死んじゃうんじゃないかって思って今日まで言えなかったんです。カオルさん、お願いします。兄をそっとしといてください。和樹さんとの夢を叶えるまでお願いします。